さあ、というわけで、事故物件登録者1万人行くまで抜け出せませんシリーズ、はい、7日間シリーズがやっぱり皆さん見たいということで、うん、ちょっとリクエストいただいたんで、リクエスト、うん、多かったリクエストがやっぱり押し入れを全開にして撮ってほしいという、まあ8月の動画かな、うん、この7日間やったら押し入れが勝手に開いてるシーンが映ってまして、俺らは気づかなかったんですけど、視聴者の方がね、開いてますよって言ってて、大きさ的にだから大体10センチぐらいかな、あれ、うん。うん。それが映ってて。ってことは、開けたらじゃあどうなるのっていうことも。いや、もうやめよ。で、もう一個ちょっと気になるリクエストがありまして、うん、風船置いてほしいと。風船？風船置いたら、やっぱ風船って軽いから、風とかなんかそういう、うん、なんかあったら動くとかある。あー、なるほどね。だから、うん、風船いっぱい置いて、押し入れ全開。なのかと、うん、これでね、ちょっと皆さん新事実なんですけど、何この階は、うん、この部屋しか、相方しか住んでなくて、うん、誰も他いないんですよ、すべて空室で。そうだね、不思議やけど。他の階のある部屋、うん、玄関の前に盛り塩が置いてありました、ね、やっぱネットで調べたら、それがなんか悪いものが入ってこないように、また追い出すような、こともあるということで、ね、というわけで、今からちょっと17ボタンセットし始めようと思います。開けんの全開で。開けるお前。いや、俺ちょっともう勇気ないよ、もう。あ、買って。え？ちょっと置いてんもんな。もうやめた方がいいって、もう本当に。ここが、よくだから、この押し入れが不自然って言われてるのが、うん、本来だったらこれ2枚あるはずが、うん、1枚分しかないから、もう壁なんですよ、ここは。そうですね。こっちに一応入れるか。中にも入れるか。中に？まあ、いやもう、もう9時過ぎですから、はい、この後お前夜勤のバイトだ。そうですね。これは俺でもここで生活はしていいってこと？あ、だからもう撮影終わったら帰ってきたらさすがに風船動かしていいんじゃないか。私動いてても別に。だってもう7日間風船動かさないと不可能だから、うん、とりあえずお前が留守中にどうかってこと、ね、いやじゃあちょっと俺悪いけど今から夜勤やから、うん、俺もその帰るわ、うん、今9時半ぐらいでしょ、うん、だから前の2時ぐらいでしょ、うん、2時ぐらいまでバイト、夜勤あるから2時半ぐらいにちょっと帰ってきますんで、うん、まあとりあえずこれが1日目どうなるか、はい、全開風船バージョン、ちょっともう嫌ですね。行くか、とりあえずな。じゃあ行きましょう。よし、帰ってきましたけど、押
し入れの風船ってあそこまで出てましたっけね。え、あれ動きました。ちょっとえ、ここまで出てた。え、うん、いや、これぐらい奥に入れてたはずなんですけど、え、特に何もないけど、え、まあ、とりあえず1日目はこれで終わります。あとでちょっと映像は確認してみます。さあ、2日目来ました。ちょっとね、あの押し入れ全開の分ね、いつもの7日間よりほんとちょっと不気味です。昨日映像確認したんですけど、ちょっと何か意思を持って風船が出てきたような感じにちょっと僕は見えましたね。一応もう一回ちょっと風船は中に入れておきました。でまあ、ちょっと無理生活してるんでね、風船ちょっと位置は違うかもしれないですけど、風船の数はこのままでまたやっていきます。今日も夜勤のバイトですね。22時から26時、でやっていきます。また2時半ぐらいに帰ってきますので、ちょっともう早速ちょっと不気味ですけど、ちょっとまあ、とりあえずちょっと時間なんで行ってまいります。もうさ、ちょっとね、2日目が終わりましたね。ちょっと見た感じ、気の向きはないと思うんですけど、まあどうでしょうかね。まあそれはちょっと映像見て確認してみます。じゃあ2日目は以上です。さ、3日目なりました。昨日最初何もないかなってちょっと思ってたんですけど、なんか物音とか、あとまた影ですね。ちょっとあの影の正体が本当にもう不気味すぎて、ちょっともう夜中も電気あんまつけれないですね。ちょっとまあ今日はちょっと3日目行きますが、今日はまあ撮影も夜勤もちょっとなしで、今日もまあちょっと出かけようかなと思ってます。まあ今8時ぐらいなので、8時から、まあ、2時ぐらいまではちょっと今日は長めに出かけます。また2時半ぐらいには、帰ってくると思いますので、ちょっと行ってきます。
りました。どうだったでしょうか、何もないければいいんですけど、だちょっと、以上で3日目終わります。また4日目に。さあ、4日目の研修に入ります。昨日の3日目は特に何もなかったと思うんですけど、やっぱりちょっともう不気味さが日に日に増していってるので、ちょっとまあ何かあったかもしれないんですけど、とりあえずまだ確認はできてないですね。本日もちょっと検証に移ります。まあ風船をまあこうやってまた改めてセットして、まあ、押し入れにもね、あの2つ入ってます。またこの状況で、本日の検証やっていきたいと思います。今日は今から撮影をしていきます。今8時過ぎぐらいなんですけど、9時から、まあ、2時ぐらいまでですかね、相方と撮影をして、また3時前ぐらいには帰ってくるとは思いますので、またその間、検証やっていきたいと思います。ではやっていきます。ちょっとあの相方今近くにいるんで、ちょっと相方ちょっと電話します、呼びます。ちょっと住めないかもしれない。なんで？何があった？絶対割れてるんやけど、絶対これ。帰ってきたら割れてた。割れてるよな、これ多分。割れてると思うね。最初この3個だけじゃなかった。違うよ。あともう2つ俺5個作ったもん。風船割った。あいつが。あいつ。割れた瞬間落ちたでしょ。もう怖くて見てねえよ。割れてるよなこれ多分。割れてんな。な別にしぼんだわけじゃないよなこれ。ちょっと見て怖くてさ、ちょっと見てしぼんだわけじゃないな。しぼんだ方が怖くねえだって。シーってなって。怖くそれもさ。怖くね。割れてるわ。めっちゃ泣いてるわ。
わかんねえんだろ、こんなんか。マフちぎる。引きちぎるわ。真っ二つって言うんだよな。まあ、今、とりあえずちょっと。まあな。そっか。ちょっと無理や、俺。なんだっけ、2日目とかもなんかあったって言ったもんな。まあ、動くぐらいあったって言ったのか、風船が。ちょっともう。4日目以上にしよう。そうだな。うん。ちょっと5日目行くよ、じゃあ。とりあえず、あと3日ね。あと3日行くか。はい。ちょっと頑張って、じゃあ、3日行こう。はい。どうなるか分からんだけ。わかんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて女王様にあの人最近は息子ないねんって言われておしまいですよ。賛成やろ。もう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何俺俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。